ここ入り口で、これから下に行くとさ、いたもう結構風冷たい。バス乗るんじゃないんだ。これ記念写真。記念写真。二人で。北海道産動物。キタキツネだ。すごいね、いい顔してるわ。かっこいいね、イヌワシ。くちばしがね、黄色いからね。大ワシか。赤ゲラ。一生懸命何をやってんだろう。つついてんだね。上手ですね。開演のアナウンスが流れてて、それと一緒に。かわいい。見たい。遠吠えするんだって。遠吠えね、早めに起きたら、その3時15分までの間に何回か遠吠えすることあるんですよ。タイミング合えば遠吠えする姿、そのあたりでも見れます。目開けた、今。なんじゃって、なんか笑ってるみたい、かわいいね。かわいい。じゃあまず初めにですね、彼らどこに住んでいるかというと、国で言うとね、2つの国に住んでいます。1つは中国、もう1つはネパールですね。白黒のパンダじゃない、パンダかというのはもちろんジャイアントパンダですから、レッサーパンダはというと、アライグマに比較的近い動物というふうに言われます。なので、たまにね、大人のお客さんとかがレッサーパンダを見た時に、ラスカル、ラスカル、ほらほらみたいな感じで、こうアライグマ、ラスカルでね、アライグマと間違った人結構いるんですけども、まあしょうがないのかなと思いますね。それちゃう、それ今ほら、つぶくあれあれ、あんなとこに登っちゃってどうするの。それや、これ、上から見た大事なもぐもぐタイムなのに、この子綺麗な子。エゾヒグマですね。It's a grizzly bear。動物園に来ていただいて、この動物たちを見ていただき、実際にそのつながりというものを感じ取っていただいた上でですね、この私たちの生活、どのような形で改善していかなければならないのか、この点においても少し考える一つのきっかけとなってもらえたらと考えています。もぐもぐタイム終了となります。移動される方は奥の方へ向かってご移動お願いいたします。
おお、すごいすごい。毛が波打ってたね。うんうんうん、すごいね。あ、来るよ。すごいね。水中トンネル。と言ってもいない。いない。いない。で、いい天気になってます。これですね、濡れている体を見ると黄色く見えるので、この体一枚の皮膚のように見えるかもしれないんですが、この体はですね、全身が短い毛で覆われているんですね。で、この魚なんですが、アザラシたちは必ず決まった食べ方をするんですね。で、これですね、魚尻尾からあげると、わかります？何をしたか。もう一回あげると。スペナ。こうやって向き直しをして頭から食べているんですね。で、こういうふうにポンポン投げていってもですね、必ず頭を先に飲み込んで食べるんですが、これはですね、魚にはエラや鱗ヒレなどがあるので、尻尾側から食べてしまうと逆向きでかかって飲み込みづらいので、必ず頭から食べます。この体型の説明なんですが、つるんとした出っ張りのない流線形の体型というのは泳ぎに適応した体つきとなっています。で、泳ぎに適応した体つきなので、陸での動きというのはすごく苦手で、こんな風にイモムシのように這って移動することしかできないんですね。で、これはですね、後ろ足が体の後ろにこういう風に伸びきったままになっているので、ぐいっと曲げて4本の足で体を支えて歩くということがアザラシはできません。アシカの仲間やセイウチというのは、こう4本の足でこう体を支えて歩いているのを見たことがあると思うんですけども、それができるんですが、アザラシだけそれはできないんですね。で、この目の横のところにある穴、ここなんですが、これはですね、耳になります。アザラシには耳たぶというのを持っていなくて、耳の穴だけなんですね。わかりますかね。後ろ足をですね、こう左右に大きく振って前進して泳ぐんですね。北海道よりも北の海で暮らしていて、流氷とともに北海道近海までやってきて、その流氷の上で出産や子育てをするので、このゴマフアザラシの赤ちゃんが白い理由というのは、流氷の上で出産や子育てをするからなんですけども、今その流氷の状態というのはですね、環境の変化によってすごく不安定になっています。で、こんな風に土地の環境に適応し進化していった動物たちにとっては、私たちにはあまり感じることのできない環境の変化も敏感に感じ取ってしまって、すぐに絶滅という道を辿っていってしまいます。
動物園でしか見られない野生動物というわけではないので、皆さんにももっと身近に感じていただいて、動物たちの住んでいる環境のことと地球の環境のことについても関心を持って考えていただけるために今日はなってもらえればいいなと思っています。そろそろ戻ります。雪が凍ってきました。日が落ちると早い、うん、バスが来ました。